皆さんこんにちは、サクヨです。さあ、今回もですね、デイズゴーの続きの方、遊んでいきましょう。ということでですね、まず、ミッションなんですけども、今か、現在がこれ指定されてます。アディに依頼されたものを探すっていうのと、こっちのね、ピースフルエイク、まあ、コースプランドのキャンプに戻っていく方とかありますね。ただちょっと前回会話がね、いきなりまあ、途切れてしまったのがあるので、マリサはどうしたんだっていうね、無線が入ってくるのを、ちょっと期待しています。まあ、とりあえず近いんでね、こっからやっていきましょう。リー君、どうしたの？ブーさんならまだ寝てるよ。いや、別の用で来たんだ。そう。診療所で何か必要なものがないかと思ってさ。実のところ、何もかも足りてない。あると嬉しいのは薬に滅菌包帯、いろんな医療器具とか。これを。リストンナイフ。内戦の頃、戦場で手術するのに使われてたものだよ。手術だって？そう、麻酔なんかがなかった時にね。見つかりそうな場所もこれに書いておいたから。ああ、そのパンフレットはシャーマンズキャンプにあるビジターセンターの。シャーマンズキャンプか、フリーカーだらけのとこだろ。まあ、なんとかするさ。リー君、ありがとう。ナイフを探さねえと。場所はシャーマンズキャンプか。はい。フリーカーまみれだろうな。ここに来るときにね、通りましたね、シャーマンズキャンプ。ほら、このね、フリーカーの巣があるところですね。まあ、ここら辺のね、まあ、巣も一掃しておきたいですね。あと、ここも、農場まで行けば、まあ、ここの巣をね、壊してしまえばファストトラベルができるようになるので、まあ、いいでしょう。ってことでね、ちなみにこのキャンプなんですけども、武器もバイクも、今までのキャンプよりも断然いいので、まあ、信頼度上げるんであればこちらの方がおすすめです。ということで、ではね、その、フリーカーだらけの場所、行ってみましょう。誰か聞いてるか？あ、オブライアンですね。オブライアン、お前か。まだ無線を持っててよかった。よし、君を手伝うよ。あの人を探してみる。サラ・ウィテカーだ。あの夜、お前のヘリに乗せた。ああ、もちろん、分かってるけど。まず、頼みがあるんだ。おい、待て。俺に頼みだと？ほら、その無線のディスプレイに暗号化したメッセージを送る。座標だ。その場所で打ち合おう。オブライアン、どういうことだ？いいからそこで会おう。前と同じでネロの隊員に囲まれてるから見つからないように。じゃあまた。ということで、急遽来ましたね。ミッション来ました。正直なところこっちの方が普通に気になりますね。君の助けが必要だ。こっちの方がいいですね。普通にこっちの方が楽しいでしょ、絶対と思った。ちょっと遠いですね。ただ、正直なところ、こう、フリーカーまみれ、まあ、こっち行こうと思ったけど、普通にこっちの方が面白そうなんで、こっち行ってみます。ちなみにね、こっちのキャンプね、ホットスプリングスから、ちょっと左の方に行くとこにね、ここだったかな、調査現場。確かこれだと思うんですけどね、バイクでブーストかけながらジャンプしていく場所があるんですよね。まあ、それはいいとして。普通にこっちのオブライアンの方が面白そうなんで、こっちの。こちらエイダタッカーだ。リーコン、聞こえるかい？あ、リサですね。よう、タッカー、仕事か？じゃあ、後で寄るよ。またな。おっと。さあ、助けましたね。眠ってる。金になる。ほら、感謝しろ。なあ、おい、大丈夫だ。
ここで死ぬ気か。聞け、キャンプがあるんだ。キャンプだな、教えてくれ。どこ、どこだ。ということで、普通にね、どう考えてもホットスプリングにキャンプに送るのはもう鬼畜のすることですね。アイアンキャンプに送、アイアンマイクですね、こっちに送った方が親切です。いいか、ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。死ぬかと思った。本当にありがとう。もうダメかと思った。本当に助かったよ。ありがとう。ディーコンセントジョンに会ったと言え。それでわかる。道路には近づくな。止まるなよ。さあ行きますか。バイクも性能アップしたんでね、結構いい感じです。ブーストも長いですね。おい、こっちだ。びっくりした。脅かすのはよしてくれないか。それでサラのことは何か分かったんだろうな。何も。何も。じゃ待ってくれ、調べるには時間がいる。僕も命がけだ。本部の誰かに知られたら、あそこで銃を持ってる奴ら命令には絶対だからな。仲間だろ、オブライエン。いや、そう見えるだけだよ。とにかく説明してる暇はないけど、君の助けが必要だ。助けだと。いいから受け取って。波長レコーダーと GPS 追跡装置だ。これを。時間がないんだ。クソ、名前さえ知らない。ディーコンセントジョン。聞いてくれ、ディーコンセントジョン。君の奥さんを探すのは僕も命がけなんだ。だから君も僕に協力してくれ。よし、その無線を持ってて、数分後に連絡する。俺の名前知らなかったんだ。早く聞けよ。ったく、何が無線を持っとけだ。ずっと持ってたっつうの、あのボケが。あったく、どれだけ待たせる気だ。数分って言いましたよね。てか俺バイク。セントジョン、いるか。ああ、いるぞ。んで、一体何なんだ。よし、チャンネルを遮断したから安全だ。何の用だ。君の無線に座標をいくつか送った。その場所に行ってほしい。は？なんで。いいから、ちゃんと聞いてくれ。ネロの部隊があちこちで何かしてる。目的を知りたいんだ。じゃあ、直接聞けばいいだろう。できないんだ。とにかく話せば長いし、今は本当に説明してる場合じゃない。僕のずっと上にいる連中が極秘で野外調査を進めてるんだけど、みんなバラバラで目的がわからないんだ。世界が終わった今も研究ばっかりやってるってことが。どこだ。座標は送った。ったく、しょうがねえな。わかった、行くだけ行ってやるよ。頼む、できるだけ多く行ってくれ。中には稼働中の調査現場やサンプル投下地点があるんだ。分かった。でもこっちの調べ事も忘れんじゃないぞ。ああ、もちろん分かってるよ。じゃあまた後で。で、いくつかね、指定されましたので、向かってみましょう。まずはですね、一つ目こっちですね。ここに行くのか。まあ、サルトの記憶が見られるのかな。行ってみましょう。ガソリンはいらない。セントジョン。オブライアン。ああ、いるよ。なんだ。君の方にヘリが一気向かってるから、それを追ってくれ。追う？なんで？いいから頼む。追ってくれ。ったく、わかったよ。で、なんなんだ？どうして俺はお前のためにヘリなんか追ってるんだよ。行き先がわかるファイルへのアクセス権がなくて、着陸地点の座標を送れないんだ。追跡するしかない。だが、スパイ衛星とかそういったやつはないのかよ。あっても使えるわけないだろう。僕にはアクセス権がないだろう。とにかく頼んだよ。さあ、じゃあ追いかけますか。まあ、道路沿いに進んでくれると嬉しいですね。バレないよね、大丈夫。おい、待てよ。
見失っちまうだろうが。本気出すか、本気。ヘリが着陸したぞ。よし、君のおかげで座標が分かった。徒歩で行ってくれ。歩け。だから見つかったらおしまいだ。仕方ないな、歩いていくか。着陸したぞって言った時には浮いてましたけどね。オブライエン、これだ。何すればいい。調査ユニットはそれぞれ科学の施設を考えて、それぞれに護衛がついている。君はその調査員に接近してくれ。近くにいればレコーダーが彼らのやっていることを全て記録する。つまりなんだ、がっちり武装した上にすぐ撃ってくる危ねえ奴らに見つからないようにして研究オタクのスパイをやれってのか。研究オタクってこっちは白紙号を持ってるんだぞ。そんなもん持ってて何か役に立つのか。追跡装置はまだ持ってるか。知らない。ああ、撃ちまおうと思ったの。今だけそんなもん使うのおめえらくらいだ。一つヘリに取り付けてくれ。しまった。彼らほとんど行き先が極秘なんだ。追跡するしかない。オブライエン。大丈夫、分かってるって。今避難した市民の搬送先を調べてるところだ。また連絡する。あいつらこんなとこで何やってんだ。とりあえずマーカーつけときましょう。ヘリにつけたいんですけども、こいつが結構厄介ですね。こっちうろうろしてて、でもう一人いたな。ではそいつが次振り返ったら、さあつけましたね。オレンジのところに向かえばいいんだね。行き先どこだろうね。ちょっとマップを見て、行きたいのはここですね。やばいやばいやばい。さあ、バイクに戻りましょう。これもなかなかね。おい、オブライアン。なんだ。なんだじゃねえ。お前の仲間が生きてるフリーカーの内臓をえぐってたぞ。別に仲間じゃない。どうして気にするんだ。だって君たちドリフターだって感染者を捕まえて金のために殺してるんだろう。ああ、殺してる。だが生きたままさばいて拷問する趣味はない。
ああ、手に入れたよ。よし、アップロード完了。また連絡する。じゃあまた。オブライアン、オブライアン。ええ、チキチロ、またかよ。さあ、ミッションコンプリート。返事しろよ。まあ、とりあえず、野党のキャンプか。ここらで好き勝手やりやがって。とりあえずじゃあの元々やろうとしてたあれ行きましょう。すぐ近くにもね、まあフリカキラーとかもあるんだけどね。でキャンプこれも後にいいでしょう。ストーリーとはあまり関係ないので2位ですね。こちらに向かいます。ラジオフリーオレゴン。真実は人を解き放つ。悲しい真実だ。俺のキャンプで今週。6人の死者と2人の負傷者がフリーカーに襲われたわけじゃない。違う。あの黒い兵のせいだ。俺がこれまでに発してきた警告はどれも現実のものとなってきた。ヘリが地上に降り立って泣き叫びながら命乞いをする男や女を皆殺しにしたんだ。やつは罪のない市民を殺した。俺の部下も応戦したんだ。クソ、奴らは必ずまたやってくる。俺たちを狩るために必死に生き抜こうとしている俺たちは奴らの計画に邪魔なんだ。俺たちを根絶やしにしてそれから地上に現れるつもりなんだろう。警戒を怠るな。敵は上からやってくる。空から目を離すな。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。あと少しでシャーマンズキャンプだ。ここらの巣を早く片付けねえとな。ここだな。ビジターセンターか。入る方法を見つけないと。もらった。だいぶ片付きましたね。よし。でナイフを取りに来たわけですけども、はい、はい、はい、おしまい。いや悪くない。じゃいっぱい出てくんだおい。ですね、ここに登りたいわけですよね。ただ、はしごとかがないのでそれをね見つけましょうってことかな。スピーカーを通すのと同じギミックですね。鍵があるんで一応落としましょう。さあこれで侵入可能です。うん、いいマネキンだ。で、ここ開けれるんでしょうけど。使えそうなもんはほとんど持ち去られてるな。さあ、ここですね、ナイフがあります。パリーンと。リストンナイフ、これだな、アディに届けよう。はい。で、これ、まあ、麻酔なしで使うって言ってましたけど、なかなか恐ろしいですよね。でここから出てもいいんですけども、まあいるでしょうね。で一応火炎瓶で、さあ残りの巣もね、どうせなら破壊しておきたいと思います。アディ、リストンナイフを見つけたぞ。助かるよ。あのナイフがどうしても必要だ。
そうか、ならよかった。なんか荒ぶったやついますね、あそこに。まあバグって飛び越えれなかったんでしょう。巣の匂いだ、この近くにあるなら。ってことでここにある巣も焼きます。この近くにあるなら、まだあった、燃やしてやる。ガソリン欲しいな、あれば。ガソリン使うとですね、まあ一緒に燃えたやつも出てきたやつも一緒に燃えるんですよね。なので結構ありがたいですね。ほんとそっちの方がいい。しょうがねえな、お前ショットガンで撃ち殺してやるよ。はい、いっぱい来ました。さすがありました。なかなかね、外からは燃やさせてくれませんでしたね、ケチで。それではバイクに乗って帰りたいと思います。ディーコン。ああ、ほら、探してたナイフだ。ありがとう、助かるよ。ええ、気にすんな。さあ、フリーカーまみれ、攻略いたしました。さあ増えましたね。一体どこにいると。ローグキャンプでリサを探すってですね、まあ、リサが、逃亡してどっか行ってしまったのでそれを探しましょうということですね。マップでいうところの結構またまたここですね。またフリーカーの巣があります、ローグキャンプ。まあね、ここ向かいましょうか。まあ、ついでに巣を掃除するといいんですけども、6個ありますんで、まあ、火炎瓶が6個必要ですね。今結構使っちゃったね。6個作れるかな。あ、なんとかいけましたね。あとは無駄遣いしないようにいけば良さそうです。まあこんなところでですね、じゃあまあ今回はちょっと時間の切りがいいので、ここら辺にしてまた次回遊んでいきたいと思います。よかったらぜひコメント評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の Days Gone でお会いしましょう。今回はこの辺で。